で人を救う方法を指すことができたとお釈迦さんが言われた。そしてそれゆえこの大バダッサはいつかね、またあの墓にない功の後に成仏し天皇如来となるであろうと、ね、言われた十鬼さん。そういう話がこのダイバーの話。この話はね、よく考えてみると素晴らしいと思う。とにかく悪人の典型であるような台場についてそれさえも成仏させてしまうと。これはね、十方仏道中だ。どっちどこでも全てにも十方仏道中の話なんだから、それはまあ台場さえも成仏する。これまあ本当は当たり前なんだ。しかしながら、その我々にそういうことはできるか、なかなかできないからね。な、何時の敵を相手よとか、そんなに簡単に相手やしないもんな。言葉としてね、言うだけじゃない。それでそんなに、しかしながらその十方仏道中、これの深さだね。十方仏の中がそこまで深くなるってことあるわけだ。それでね、結局我々としては大バダッサさえも成仏されてしまうっていう、そういう深さまでいかなきゃとかね。これもね、それまでこれそうまでいかなきゃならないっていう話をすると、案外行ったつもりになっちゃう。そんなことはじゃいけないんだ。俺、できやしないけれど、しかしながらそれ狙う。俺、十方仏道中だから、本当は合格不合格の話じゃないもの。俺、どうせ、どっちへどう転んでも、十方仏道中っていうんだから全部合格です。失敗しなくていいんだ。我々ね、みんな、十方仏道中。みんな合格。しかしながら本当にそれじゃ、それを実現してるかって言ったらみんな不合格だ。だから合格不合格、それを超えてる話なんですね。ただそれが狙いだ。そういう狙のを狙いとして自己を深めていく。あの仏法の話はどこまでも深さの話だ。で、惑言大役経緯なる天目である。これ大役経緯の話はもう初めに出てきて、これもね、十方仏道中だから大役経緯っていうのも十方仏道中の一コマの話だ。でこれも我々として簡単にできる話じゃないけれど、あのそれを狙う。とにかく十方仏道中だから、そういうのを狙って生きるってことが根本ですね。で、合掌千号体必ず六十称号と測ることなかれ。これは漢字本の出てくる話ですか。これね、あの法華経の絵なでは、あの初めシャリホツ木蓮をはじめとしての大箇所をみんなこう、あのお前は成仏して何々の仏になるであろう、ね、儒器を与えられる。そして次々と前して、あのたくさんの菊たちみんな、あの将来お前たちはあの仏になるであろう、儒器を与えられた。ところがね、あのあれマガハジャハダイっていう お釈迦さんのお母さんですね、お母さんしてね、あの前足に
無言の行っていうのを我々は知ってるんだから、人と全然付き合わないっていう。それで、私自身も面壁してるんだからね、もっと全部人の世界じゃない、自己義理の自己の世界、自己義理の自己の世界でとなると、もう測る時間がない。外から俺こう観察すればほど、これは何時間、これは何日ってこう測るわけです。ところが測るものがない。それだからただこう作業に従って座り禁煙し座り禁煙しってただやってるわけです。そうすると無事その時間は向こう側で勝手に立ってくる。この時間は勝手に向こう側で立っていく。これが大切だ。だから私の弟子たちも黙って10年座れって言うと、10年って言ったらもうあれなんですね、大変のことみたいに思うんですね。ところがそうでない。そのただ主に従って座念する、それだけやって、じゃあね、時間は向こう側で経って10年ぐらいすぐ経って、そして、それまたあと10年する、また10年ぐらいまたすぐ20年経っちゃもう見通しがつくんだね。それであとの30年でまあ飽きたね。でそうするともう俺の一生も大体あこれでもう終わりに近づいたでもう見通しが立ってる。結局っていうのは時間の中で生きてると大変。ところがそうじゃない、時間っていうのもその一心の中にあるわけだね。結局生きると同時に時間はある。生きると同時に私の住んでる人無人界がある。生きると生まれてくると同時に時間がある。で死んじゃえばもうご破産なんだから、もう時間もそのあったもんじゃないもん。でそういうで時間というものはだからね、測るもんだと思ったら大きい、測りきれないもん。生命っていうのはそういうもんだ。それでさっきも言ったように頭、この生命が頭を持っている、その頭の分岐物が時間というのも測るわけですね。ところがそのいいですかこれ、よく考えた書いておかない、この頭にこれは誰ですか、これの頭の分岐物、この分岐物、これでもってこの分岐物の頭でもって時間も測るわけでしょ。そうじゃない、この生命そのものはこの分岐物じゃ測りきれない。これが負の遅く仏知だ。ハイナル一心行く仏知の量とかせん。だから今待ってるって言うけど、これそんなね測れるもんじゃない。一心も仏知もどうせその同じく不相だ。この天目家は本業菩薩道のみなりと認ずることだから、法華経を言う法華経を転ずる力ね、これは長い間の本業菩薩道とはね、長い間の菩薩の修行の結果、そう思っちゃダメだ。法華経一座のところ今日如来説大乗と天目家なる功徳なり、これ法華経今日法華経一座のところ直に
如来説大乗変貌形なんですね。決してね、これ人事として考えちゃうと、よそ見えしない、俺のことなんだからね。今しほっけなる深く淵なれども不思議増えない。今言ったようにね、このほっけっていうのは自己の生命現状だ。自己の生命現状っていうのはね、観察されるってことは大事だ。だから深く淵、不思議増える。これ大体こうよくあれですね、初めて座禅する人、初めて座禅したらスカッとしていい障害になりました、もう一回あの障害になりたいって言って、あんなホテル人いないけどね、座禅してていい障害、俺いい障害って言って、そんなこと考えると全く当たらない。座禅は決して自己観察しちゃうから、自己観察して当たるもんじゃない。自分の顔を自分で見えるわけじゃないでしょ。いや、鏡で見える。ほんじゃ、この鏡で自分の瞳を一生懸命見つめてそれだってこの俺じゃない。どうしてもね、生きた俺って観察できない。だからいくら座禅してこれいい障害になったって言ったって、これはもう全くそれぐるみ妄想なのか。で、しかあれば五百人伝はしばらく一毛この天ぼっけなり五百人伝をね、それも結局今法のこと赤心偏偏の仏寿の開演さらるるない。でお釈迦さんの愚問のね、受動っていうのも結局今日の我々と同一寿命、それをね赤心偏偏の仏寿開演、今ここで生命現状すれば、無音のお釈迦さんが同一寿命で、おおよそ神譚にこの経を伝われ、天ぼっけしてよりこの方数百歳、あるいは数百を作る共柄ママにしげし、まあ以上の話で一応このほっけ天ぼっけの話終わったのね。で、大体ね、その品にこの経が伝わってから天ぼっけしてよかしてよりこの方数百歳、この法華経の注釈作る人たくさんいた。またこの経において常人の法を売る人もたくさんある。しかし今我らが高祖六祖総慶大師のごとく法華天の修士を得たんだ、天ぼっけの修士を使うなら、今六祖大師がほっけ神明ほっけて神を天ぼっけって言われたけど、それのほようにね、自由にその修士を得て使った人はいないっていう、ね、今これを聞き、今これに合う、古物の古物に合うに合える、これ本当にこの古物って今言ってあるこの時間以前の古物、それでそういう時間以前の話だもん。大体古物度にあざらいに喜ぶべし、こうよりこうに至るもほっけだ、昼夜夜に至るもほっけだ。これどうせね、我々も十方仏土中で法華のど真ん中にいるんだからね、だから離れたくても離れられないと。法華これ重厚思考なるがゆえに、法華これ内中内やなるがゆえに、
この世の存続っていう約束の言葉で概念を持って考えてるからね。この個体の生理的生命だけの話じゃない。この個体の生理的生命はこれも天地いっぱいの生命、つながってんだ。こういう天地いっぱいの生命、そういう地盤からこの見直し、覚める、そういう世界があるね。これはまだからどこまでも深めていかない。 あるいは野では沈降なあらゆる野では沈降なり、工業なり道場なり、これはもうあれですね、あらゆる野であらゆる出来事、あらゆるものがそれはみんなね、ホッケの生命っていう地盤の偏偏なんだからね。それでそれはみんな、だから私がこれ人生料理の本に書いて、出会うところは我が生命、もうみんな私の生命の分身と出会ってるわけね。だからこの生命の分身を大事にする。それ以外ない。それから、沈黙だ、本当に。だから、それから巧妙なり、 道場、広大神論なり、近代富豪なり、いつも言うように、広さっていう点から言えば、もう無限の限りない広さ、深さっていう点から言ったら限りのない深さですね。で、神明法華点なり、神を天法華なり、実にこれ、 ホッケ、天木、ケナイ、ホッケ、ホッケを天ずるない。何考えてみたら、あれですね、この迷いを散ったって、どんなに迷っても、それもう生命の世界。こういう生命の基盤をもっと深めていこうと。だから、神明って言っても、いよいよ深まっていく。それで、神をって、それを事実やってくる。これは、 だから、ホッケがホッケを、生命が生命を転ずる。それ以外ない。全く、その生命の世界。神明ホッケ伝、神を天ホッケ。よく格のごとく偶然すれば、ホッケ、ホッケを転ずるなり。神明、 ホッケ伝といい、神を天ホッケといい。しかしながらそれを、おのおの、よく突き詰めてみた。なーに。結局は、生命が生命の花を咲かすだけの。これがホッケだね。ホッケがホッケを伝。ホッケが、法の花を咲かせる。
それをまっすぐやんのが残念だから、あ
座禅っていうのはこれであれでいいんだ、阿弥陀仏の訪問なんだ、これ座禅してあーいいってそんなもんじゃないんだ、このあーいいっていう言い方が違うこの本当の阿弥陀仏の訪問っていうのね、これそのあーいいっていうその深さが違う、その深さを自分の生命を深めていくと同時にその座禅も深めていきます、そういうことですね。だからそれが中途半端で座禅やめちゃってこれでダメだよ、そのとにかく生きても死んでもどっちでもいいっていうところまでいかない限りね、修行やめたらってダメだ、もう修行俺はもう修行やめるんだってね、やめてみても死ぬってやったらやめてくれないのあいつは随分中途半端まで中途半端であったけど、あのそこまで修行したんだから死ぬのもまあやめ途中でやめとこうかって言ってくれるんだから結構だ、俺死ぬのは誰でもこれやってくんだし、ホスト死生きても死んでもどっちでもいいんだってね、十方仏の地をちょっとここまで行き着いていないじゃん、それで中途でもってやめちゃったら修行ってものは何もやくならないっていうことを私は私にね一生懸命言い聞かせながら、それで神を剃りまた神を剃り来たで、本当は髪剃らなきゃ私緑の黒髪やんぞと言ってたわけないでこれ真の出家になる今日の出家は従来の天牧家よぜり寺の世で家宝なる、これね本当に出家しようという気になったということはね、今までの世で寺の世で家宝なる、今までのやっぱり続きがあって、それだからまた今の法華必ず法華の法華かなんて、これ前後祭壇はしてる、前後祭壇してるけれど因果として連続してるところは連続してる、釈迦の法華にあらず諸仏の法華にあらず法華の法華ない、これお釈迦さんって言って他人のこと考えてちゃダメだ、どこまでもお釈迦さんの話は自己の話、仏って言って他人考えて自分の話、それで諸仏の法華にある法華の法華ない、これもう自己って言ったと自己あるの、そこにこのさっきも言ったように天地いっぱいの生命がつながってんだ、その天地いっぱいの生命ぐるみな話、法華の法華法華ない、天地いっぱいの生命の天地いっぱいの生命の花形、日頃の天牧家、天牧家っていうのはだから行っていうのですね、日頃の行、世で相も深く淵に書かれる、これ我々一生懸命行を行じてるって言っても自分でもって母これだけ行じたって言ってね、そんなに測れるもんじゃないって言ったって言ったね、今これ深く淵のしかあれでも今の法華さらに不思議不絵に現れる、これ実際に行事とだけは行事たんで実物として現れるね。結局で赤字も出足に出足なり根字も出足に出足なり、でさっき言ったように今の息を今するんだ、これは昔からそうなんだし今もそうなんだ、でこれを妙難寺の法華と法蓮祭、これはまあ、本当に資料人間の思惑じゃない、本当の生命生命の話だとしてね、よく知らなきゃならない時期ですね、まあ、で今日はこれで終わって、来月から故郷の街です。